6個は衝撃波で丸ごと潰せばいいわけで、それできるのお前だけだよ。はい、皆さんおはこんばんちは、ゆっくり霊夢よ、マリサだぜ。今回は初手クラウド行くぜ。先端空前振り回してくるのがパターンだから、二段ジャンプしてその上から潰せば調子逃がしてくれるわ。それでタジタジになってくれれば簡単なんだけどな。しかしそんなにジャンプしたらいつもの火力でないぜ。目先の火力より相手の立ち回り目立つ方が優先だから。実際掴みも倒して状況はまずまずだぜ。そこでは相手が慣れない動きし始めてからが本番よ。問題はその次の手が用意されてた時だぜ。その上に暴れは許さないわよ。入れ込み合いで読み合いしてんじゃねえ。そんな細かいことを言うのは大会に出る人ぐらいでいいんじゃないかな。ひとまず目の前の勝利を掴むコスパも大事なんですわ。取ってつけたようなリップ並べやがって。自身の音とともに15度角度で叩きつけるダンク無効がたまらねえんじゃ。まあ結果スムーズにバーストできたぜ。また綺麗だ。もう大ジャンプに切られてきたかしら。まあウェディ暴れ突っかけるぐらいならどうにでもない。あかん、このウェディに DA 合わせられると非常に辛い。お助けください。これいつまで続くんだ。打たないで、打たないでほしいのだ。ただじゃ浮かんでくれ。この打たれた分の鬱憤何倍にして返してやるわよ。これはラッキー、逆に変更してくれた。お、抜けた。あ、抜けてね。もう一伸びしてくれないか。外に別変した分耐えられたと思うぜ。ここでもう一ターン。リミット反撃注意しろよ。無敵も上からかぶせるな。超持続フェイダーを上からすぐ通して先端が肩払いたいわ。っていうか無敵でステイダーとも判定残ってるんだな。多分リミット強切りの無敵ですり抜けただけで、総裁はしてないからでしょう。そしては相手さんの S も振り回してくる。惜しい。入力が少し遅れた。完全な上手の。なんで抜けねえのよ。2回耐えるぜ。このダンクでもバーストできたのに、ここのリミットカウンター不正でいけ。パワーも外れたけどリミットも切れたから。その空母からガードが出る以来が見えなかった。その違いはよくわからねえか。そのエンジンのかかり具合は何なんだよ。初手飛び道具安定と思ってるあなた。だけだから甘ったれてんじゃねえよ。しゃあ、10秒でダンクを5回放すお前が言えることか。回避1点読みメテオなどなんなの。あるある撃墜をしなくてもセリア2機は早期バーストが可能なのだ。まあその上投げライジングも大概だけどね。それもう一発。そしていつもの欲張りセットも決まっていく。噛み合った時の火力が高すぎる。このクラッチから空へ繋がるムーブが決まった2位感は計り知れない。だがまだ空へ2から火力伸びるぜ。あそこの夏光に繋がってバーストすると思うと悔しいわね。ファルコならもうじきバーストありそうだぜ。静止防衛。今のも夏光ならバーストあったかしら。そこダンスとの使い分け大事だぜ。静止防衛。構わずジャッコすり上がってよ。静止防衛。あ、セーフ。この草原対空しかどうせまともなリーチないでしょ。その認識をコスまでいつかいたいのに。そう、向こうがアガとなったわ。ピンボールかな。あり、残念、外に向けられたぜ。まあ、ジャックスラ当たるか怪しかったし、しゃあない。いけるか。やったぜ。今まで2回見たかどうかのセリーの投げバースト。崖橋で 160% ぐらいないとバーストしないから、なかなか。甘えた。ミスミス回避着地するからさ、ずっと崖に逃げ続けるのも動画としてどうかと。コタクはいいからさっさと目の前の試合に勝てよな。まずい、レイのバーストから雲行き怪しくなってきたぜ。崖攻撃が当たらねえ。あ、セーフ。ひとまずワンヒット。リキストのバーストが思い浮かず、スマッシュや空母だけは当たるな。キャッと頭下途端スーブ、それかい。パッパパワータイムは流れを断ち切るパワーを秘めているのよ。ひとまずここの崖を立て直してからだぜ。オッケー。1さえ入れ替えればこっちのもの。今回のお相手さんは下投げきっちり変更してくると、次から気をつけ。アニマビジョン上がりはパワーの餌食なんだよな。それミスったら空母が死んだだろ。何か言ったかしら。バカげてるぜ。確かにバカげているけど、なんだかんだ勝ててしまうのがセリア2機の恐ろしさ。それで立ち回り強で精神減らしてる人いると同情するぜ。それで次はスパト。確かに立ち回りキャラでビッグモデル人の人気は大いに称えるわ。上からで腹立つな。おい、そしてバーストが見えてきたわね。普通の弱ダンクじゃ無理だが、ナックルを曲げればいけそうだぜ。今の下強ナックルでよかったわね。下手に外出るし頭飛び出しさ。チソーレーレック
靴下外してからすぐジャンプしてはいけないと分かってたのに、そこら辺ちゃんと踏み落とさないと役に立つ。まずい。ここのダンクだけ完璧に合わせてくる個体いるから怖い。確かに突破使いでちょんちょん言うダンクだ。すぐねえか。ここら辺の B 技を受けると一気にバーストラインになる。あー、じゃあ何よこいつ。ついこないだも道連れで負けてただろお前。どいつもこいつもミストで道連れしやがってな。そのキャラが突破と風やっていうのがビップらしくてめちゃくちゃ面白い。それで次はスティーブだぜ。まあ大体は橋でホリホリしてからトロッコしてくるだけだけど、大体はそれでいいんだが裏を突かれるなよ。これである、言ってるそばから見本見せてんじゃねえ。まあ二度同じミスはしないということで、二回目のトロッコだぜ。おらー、読めてる技にはかからないんだよな。選手防衛けど順調に火力は稼いでいるぜ。連携コンボ3セットもすればたやすく 100% になるの大好き。ここどういうセットアップになるか。普通にトロッコかい。そこ掘ったらジャンプダンクの餌食なんですわ。スティーブの採掘するって悪用しやがって。ガードは間に合ってもダメということを思い知らせてやるってね。そんなテリー個別に覚えてる個体いないから刺さるだろうけどな。初見狩りでも一回通してリターンを稼ぐテリー。さてどうする。ここは上で。けどだいぶ差は縮められたぜ。おらーん。もう何かしらトロッコ一点読みしてバーストしたいところ。残念。読んでもタイミングずらされるぜ。それよりパッパパワータイムに入ってないじゃない。そっちもやったぜ。トロッコごとぶち壊すな。 7% ごときのアーマーナッコーの前には無力なんだよな。ここ下手に深追いして反撃バーストしないことだぜ。と言っても待ってばっかじゃそれも良くないから一回。危ねえ。パッパパワータイムに入るならなんでもいいのよ。お構いなしにパナしやがって。いつものパッパパワータイムは全てに影響。パッパパワーブロックごと潰すな。そんな土くずで止めれると思ったのか。パッパパワー相手の小道具全部破壊してて笑う。さて次はどの卓で来るんですかね。パワなんで吸い込まれていってんだよ。卓を失い混乱状態に陥った。選手防衛またかい。ホイホイ月遊びできると思ったら大間違いなんだよな。ファルコに白開幕セットアップ決まってるキャラに強襲するのはありよ。逆になぜか読まれるからガノンとかカズヤに強襲してはいけない。使い手の性格が自然と似てくるから想像できるんだろうな。次は違う個体だけどまあ崖でトロッコするのは一緒でしょ。それは大体そう。選手防衛お抜けた。あ抜けてね。うーんワンチャン今日ダンクにしたけど届かなく。OKやったぜ。これはいく上のエスマ。神を待ってはいたけど思った以上にうまくいったわ。あかん。まあもともとダメージあったし全然あり。残念少し遅いぜ。大ジャンプした方が火力は伸びるんだけど抜けたら元も子もないからね。そんな無理にトロッコ潰さなくていいからさ。つい読めてる行動が出ると借りたくなっちゃってね。けどパッパパワータイムに入ったからセーフ。クエピョン当たったから。そこ宝箱ですけど。青い鉛筆で相手にプレッシャーかけれたからセーフ。トロッコ当たりすぎだぜ。特殊な切れかなと思ったら全然そんなことなかったわ。ちゃんとやりくりしてるんだよな。そのつかみ待ってたのよ。外れ。まあこれは特大リターン狙った爆地だからしゃあない。そもそもスティーブ上からトロッコで帰るからジャンプすると思うぜ。なるほど。もう一回トロッコ来たら潰してやるわ。ここ上がるかどうか。危ねえ。クリア。選手防衛。もう何してもバーストするぜ。スティーブぐらいの体重さっさと消し飛ばしたいところ。痛すぎー。まだトロッコ飛んでくるんだよな。ちょいちょい反撃してるし素直に上がってほしいところ。クリア。オッケー。ここぞという時に頼れる DA。そのダイヤ作りたいでしょう。それ意味あるのか。結局すぐ作られてるしよ。まあ嫌がらせすることが目的みたいなもんだし、この息通りからプレイが乱れてくれればワンチャン。使い手は結構鬱陶しいらしいけどな。やっぱこのコンボなんですわ。スピードが全然違うぜ。もう少し差し込んでいけ。かなとこ暴れてたら死ぬでしょうよ。一応それ頭入れてたんだな。そして一点、あの苦戦してたトロッコ処理もパッパパワータイムに入ればこの通り、普段もっと対処あると思うんだが。
お邪魔ブロックもトロッコも、パワーゲイザーの超範囲判定をもってすれば無意味ということが証明されたわ。そんな技ぶっ放してくるのテリーぐらいしかいないんだよな。超ギリアルセイヌに対してもパナせるわけで、カウンター技としてはシビアすぎるし使い方間違ってるだろ。